1977年の上平駅と周囲約500メートル範囲、左が羽幌方面、端式ホーム一面一線で、すでに無人化されているが木造駅舎は残されている。ストックヤードは少なくとも、戦後は持っていなかったようである。古丹別上平間は下に見える、国道239号と並走し、左上の古丹別川を渡って、戸間前市街へ向かう。 周囲は、田園地帯で、民家は、駅前以外は、道路沿いに点在している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上平駅は、かつて、北海道戸前郡戸前江町麻上平に、設置されていた、日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は、雨ひ。羽幌線の廃線に伴い、 1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日海底の時刻で下りのみ一本。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の西側に位置し、 ホームから少し離れていた。駅前広場側の開口部は板で塞がれていた。当駅が所在した地名より。地名はアイヌ語のウェンピラがなまってウ平ヒラとなった。2011年時点で遺構は何も残っていない。2017年時点では駅跡地は農地化されていた。ありがとうございます。